皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日のタイトル、塾へ行っても成績は上がらないって、塾で指導している私が言っちゃいけないようなタイトルなんですよね。でもこれある意味現実なんです。保護者の方が子供を塾に入れたい、それ例えば勉強ができないから塾に行かせたい、つまり塾に行けば勉強ができるようになると、こう考えているわけですね。あるいは高校受験があるから塾に入れたいと、ね、なんとか希望する高校に入れてくれるだろうと、そういう期待をしているわけですけれど、でも現実はちょっと違います、ね、塾に行くだけで成績が上がることはありません。自分で勉強するから、自分で勉強するようになるから成績が上がるんですよね。つまり自分から勉強しようという意欲が湧かない限りはなかなか成績って上がらないということです。で、そういう意欲を持った子どもたちはやはり成績どんどん上がっていくので、ね、そういう塾を選ぶことが大切なんですね。でもそうじゃなくても塾に入って一時的に成績が上がることはあります。それはなぜかというと、それまで全く家で勉強していなかった、1週間の勉強時間、宿題が0時間だった、そういう子は塾に入って1週間の勉強時間、ね、今まで0時間だったのが1週間で4時間とか6時間勉強するようになるんですね。それで成績が上がるということはあります。でもそういうお子さんは塾に慣れて安心してしまうと、もうそれ以上は伸びない、伸びづらいと、悪ければ成績がそこから下がってしまう、ね、そういう風になるんですね。ですから塾を選ぶとき、子供にちゃんと勉強する意欲を与えてくれる、そういう塾を選ぶのが大切、そういうことです。今日は塾に行っても成績は上がらないというタイトルでお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。